タツル TV 音楽で英語を学ぼう。どうもタツルです。今回ですね、心理学者が選んだ人を幸せにしてくれる10曲とその英語についてね、紹介させていただこうと思います。はい、これはですね、オランダの心理学者で認知神経科学の研究者、ヤコブ・ヨレ博士という方がですね、数々の実験や研究から、その音楽のね、人を笑顔にする方程式というものをね、発見したそうなんですね。はい。で、博士によればですね、その曲にはね、3つ特徴があって、1つはね、テンポが1分間につき150ビート以上だったり、2つ目がね、歌詞がね、ポジティブであったりとか、で、3つ目が、メジャーコードの使用、まあ、つまり明るい響きのコードですね、をよく使ってて、こういうね、その3つの特徴がある曲は、どうやらね、人を幸せな気分にさせてくれるのではないかというふうにおっしゃってるんですね。まあ、個人差はありますが、そういうことらしいですね。ある程度はね。はい。ということでね、今回はですね、この方程式から、博士がね、選曲した、その人を幸せにする10曲というのをね、英語と和訳付きでね、紹介させていただこうと思います。ボンジョビア、クイーン、アバなどのね、割と有名な曲がいろいろ出てきますので、必見です。はい。それではミュージックスタート。はい、以上がね、オランダの心理学者が選んだ人を幸せにしてくれる10曲でございましたけどね、これ結構クイーンとかアバとかはもう人気ですごく有名でね、多くの人に支持されている曲ですよね。これ納得いったんじゃないですかね、はい、でこの曲は正直知らなかったですね。このビーチボーイズの、ビーチボーイズは知ってたんだけども、初めて聞きましたね。これはで、これはね、どっかで聞いたことありますね。結構有名な曲ですね、これもね多分あんまり詳しくしなかった。でもいい曲でしたね。でもこれ大好きですね。で、映画ロッキー3のテーマ曲ってことで、ね、ロッキー好きですからね、結構、うん、本当に気合が入る曲ですよね、これ。素晴らしい。で、この曲は正直知らなかったです。モンキーズはね、デイドリームビーバーは知ってんだけどね、これは知らなかった。俺も代表曲なんですけども、で、これもどっかで聞いたことあります。どこだか忘れたけどで、これは大好きですね。以前もね、ロンドンの公園でこの曲を大合唱するおじさんと、そこにいた多くの人々っていうビデオを上げましたけどもね。はい、これ もね、知ってました。昔ね、やべっち FC というサッカー番組のオープニング曲でしたね。いい曲です、これも。で、これも知ってましたね。これは僕が大好きなサスペンスドラマ、プリズンブレイクっていうドラマで、ある人をね、拷問するシーンでこの曲使ってたんですよ。すげえ恐ろしいシーンなんですけどもね。はい。ということでございますね。はい、もう本当にどれもね、本当にいい曲だなと思いましたね、やっぱり、うん、やっぱね、このアップテンポでポジティブなメッセージのある曲というのは、やっぱり人々を幸せにしやすいんだなって改めて思いましたね。アップテンポな曲というのは特にそうなんですけども、やっぱり人を巻き込む力があるんじゃないかって思うんですよね。早口の人が聞き手を巻き込むみたいな感じで、早いものに人はね、惹かれるっていう、多分ね、習性があると思うんですよね。何でもそうじゃないですかね。例えば野球で、野球でめちゃくちゃ、ね、速い球を投げる大谷翔平くん、ね、みんな魅了されるみたいに。うん。そう、だから、速いものに惹かれて、で、ポジティブなものに人々はやっぱ惹かれるんだなと思いましたね。改めて。うん。そう思いました。はい。ぜひともね、皆さん、この紹介した10曲を聞いてね、ね、幸せな、すでに幸せな人も幸せを維持するために、そして不幸な人はこの曲を聴いてね、少しでも幸せな気分になってみてはいかがでしょうか。はい、フルで聴いてね。はい、でございます。はい、以上になります。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴
ありがとうございました。また見てね。 Thank you for watching. チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。